渋滞に完全にはまってしまってノロノロ運転になっちゃってるというようなシーンからクルーズをオンにできないと。本当ジャガーランドローバー の, あのブレーキフィールって私結構ベストな部類に入ると思う。はいどうも、クムガチョバワンソクチューブです。今回は納車されまして1年2ヶ月以上経ちました私のディフェンダー X、 こちらで、ドライブフィール5項目採点やってみたいと思います。じゃあここから、雨の高速道路乗っていきたいと思いますが、ちょっとね加速してみましょうかね。はい、じゃあ床まで踏んでみましょう。ドン。早い早い。おほほほ、おお来てるわ。はい、ということで、あっという間に制限速度という感じで、しかも静かで淀みないでしょ。これディーゼルって言われなきゃわかんないだろうな。はい、ということで走りの5項目評価いってみましょう。1項目目ドライブフィール、走る曲がる止まるですね。ステアフィール、アクセルフィール、ブレーキタッチ、この辺り乗り心地とかが第1項目。第2項目が、運転視界、着座姿勢、シート、この辺ですね。で3つ目がナビ、メーター、エアコンなどの操作系、インフォテインメント。で4つ目が安全装備、運転支援。そして5項目目が、総合評価、ライバルとの、対比という感じで5項目評価していきたいと思います。まず1つ目、ドライブフィール、走る曲がる止まるですね。これはもうほんと素晴らしいですね。で先日も、三宅島でねディフェンダー130はじめいろいろな、ディフェンダー、90とかアクロ走破とか試してみましたけど、もう走行性能に関してはねもうすごすぎるとしか言いようがないですね。でアクロ走破も試したんですけどめちゃくちゃすごかった、でやっぱオフローダーとしてやっぱディフェンダーっていう車はありますんで、今回ラダーフレームからアルミモノコックに変わりましたけども、ボディ剛性は3倍以上と。でライバルであるラダーフレームの車に対しても3倍以上のボディ剛性ということで、めちゃくちゃ堅牢なんですね。なのでそれが乗り心地の良さで、アクロを走破した時のボディがシェイクされない感じ、そういうところにつながっていると。でアクセルに対するトルクの出方もさっきの加速を聞いていただいた通りですね、こんな感じですよ。おほほほ、これディーゼルですから3リッター直6ディーゼルということで、650ニュートンメーターを1500回転で発生させているということなんで、もう全然トルクがもう足りないってことはないです。で加速フィールもめちゃくちゃ良いと。で乗り心地も極上と。でステアフィールも実はめちゃくちゃ良くてですね、ジャガーランドローバーの車乗ったことない人はぜひディフェンダー乗ってもらいたいですね。あ、こういう世界観もあるのかって気づかされます。特にやっぱ今乗ってるディフェンダー X の22インチのホイール履いてるモデルですけど、22でも全然硬くないですから。逆に市場で乗らせてもらった130の20インチとかだと、よりコンフォートな感じはするんですけど、ちょっとふんわりとした、ステアフィールのなんかこう応答性みたいなのはちょっとふんわりした感じになるので、個人的にはね22インチの方が好ましいという感じがします。乗り心地悪いなんてことは全然ないんで。でランクルとかで感じるような微低速域でのプルプルする感じみたいなものもないし、ほんとね乗り心地で、ステアフィールもかなりクイックでしょ。こういう大型の SUV ってちょっと船乗ってるみたいなふんわりした感じっていうのがあったりとかするんですけど、そういうのもないと。なんか逆に私が乗り換えるレンジローバースポーツの方がふんわりして感じるぐらい、ディフェンダーの方がオンロードの乗り心地しゃっきりしてないみたいなところは若干ある。まあもちろんスポーツモードとかにすればね、レンジローバースポーツもしゃっきりするんですけど、ディフェンダーは標準の状態でかなりシャッキリしてるんでちょっと驚かされます。これはねぜひ乗ってもらいたい。ビビると思う、でブレーキタッチもうめちゃくちゃ極上ですね。130乗った時はちょっと重くて、制動に対するこうブレーキの容量っていうのは110よりなんか結構重かったんで、その分はちょっと若干、110の方が効きがいいかなっていう気はしたんですけど、やっぱこの X の110はもうブレーキタッチに対してもがっつり効くし、でおっとっと止まらないってこともないし、さらに踏み始めの動力に対する応答性っていうのも極上ですね。このブレーキタッチに関しては本当ジャガーランドローバー の, ブレーキフィールって私結構ベストな部類に入ると思う。ちょっとメルセデスとかマツダとかはちょっと
ブレーキのペダルの剛性がちょっと固めに感じるので、それよりはナチュラルに踏んでいけるのにコントローラブル で止まらないってこともないっていう、これもねぜひ試してもらいたいと思うところです。で、燃費もいいんですよ。なんとリッター、私の場合は、リッター 10.6 と今障害燃費が表示されています。で、高速だけ走ってるわけじゃなくてですね、全然街乗りちょい乗りも最近してるんですけど、それでもまあリッター 10.6 が出てるということで、高速だけ走ってると結構15ぐらい出ちゃったりとかするんで、これ燃費に関してはね相当いいと言っていいと思います。なので、走る曲がる止まる、乗り心地に関してはもう極上の部類に入りますね、これは。だから有料化だったら U なんだけども、特 U という感じですね。壮大クラスと。で、第2項目目、着座姿勢、運転視界、シートに関してですけど、シートはね、正直、サイドのサポートはあんまない感じなんですけど、背中とかのサポートとか、まあ、ランバーサポートも上下、前後は調整できたりとかするものになってるんで、腰のサポートとかは良いです。で、足の置き場なんですけども、これに関しては、マツダほどじゃないけど、でも、そんなに左足の置き場は気にならないな。ただまあ、吊り下げ式のペダルだということぐらいで、吊り下げが良い悪いというのは別に、各メーカーの主義主張によって違うんで、マツダはこだわってますけど、もうフォルクスワーゲングループとかもオルガンペダルやめちゃったりとかしてるんで、まあ、何が正解かは分からんけど、個人的にはオルガンの方が踏みやすいような気はする。あとなんか上級な感じはする。でもそのライバルの大型 SUV に比べるとトランスミッション側の張り出しがそんなにきつくないので、なんか体がねじれてる感っていうのはそんなないな。だから車高が高いからかもしれないですね。その分避けていられるのかもしれない、その中央の張り出しをね。で、運転視界は、まあ、まあ間違いなく良いですよ、これは。うん、すっごい高く座ってます。だから今前にベルファイアいますけど、若干ベルファイアの運転席を見下ろすぐらいの高さにあるという感じですね。で、ボンネットもスクエアなんで、見切りも良いとは言わないけど、掴みやすくはある、若干ね。あと、視界拡張の部分ですね。360度カメラとか、そういうのでぐりぐり、ボディを回すことができるので、それで周囲の状況っていうのを確認することもできるし、まあ、クリアランスソナーもついてると。まあ、ただし、トヨタのようにですね、インテリジェントクリアランスソナーのような感じで、近づきすぎたら緊急ブレーキが作動するみたいな機能はないので、そこは注意が必要というところですけども、AP ラーも立ってるんで、垂直とまではいかないけど、相当立ってる方だと思うんで、めちゃくちゃ見切りは良いという感じですね。まあ、ただボディがでかいんで、取り回しとかですね、死角は多いという感じになります。あそこの A ピラーの付け根のところもまあ結構塞がれている感もあるし、あとはまあ基本的に背面タイヤ積んでるんで、クリアサイトリアビューミラーだったかな、この要はデジタルインナーミラーですよね。これがないともう本当後ろはもう全然見えんという感じですけど、これはめちゃくちゃ高解像度で、今まで私が乗ってた車の中で一番多分解像度が綺麗。これか、スバルのレヴォーグかという感じでしたけども、これはめちゃくちゃ綺麗ですね、ジャガランのやつは。で、フレームレスになってるでしょ。見た目も良いと。ということで、シートはサポート性はないけど、腰とか、あと、着座姿勢とかに関しては悪からずと。そして、運転視界は、スクエアなボディと、立ってる A ピラーのおかげで悪くない。ただ後方視界に関してはクリアサイトリアビューミラーがないとしんどいという感じですね。これも今ね、半導体の関係でつかない車とかもディフェンダーとかも増えてるんで、そこはちょっと要注意という感じがあります。で、こっちのサイドのミラーも全幅は2メーターぐらいあるんですけど、ミラートゥーミラーはこれミラーが幅狭タイプになってるので、そこで、だいぶミラートゥーミラーの全幅は抑えることができているという感じです。だから運転視界、着座姿勢、シートに関してもまあ言う量かな、これをすごく良いか、マツダほど良いかと言われると、まあそこまで、でも言うはつくかな、ギリ言うかな、80点っていう感じかもしれない。はい。そして3項目目、ナビ、メーター、エアコンなどの操作性、これは超グッドですね、言うですね、で、ナビは11インチのでかい、カーブドディスプレイ、曲面ディスプレイになってるし、メーターも、カスタム性が優れていると。単眼メーターの左右にマルチインフォメーションディスプレイを配置するタイプ。
2眼メーターの中央にマルチインフォメーションを1つ表示するタイプという感じで、あとは全画面地図もできるという感じで、もうめちゃくちゃカスタマイズ性優れてるんですね。で、音楽の情報とかを、メーター内に入れるとアルバムジャケットも出てちょっと気分も上がるとか、あとヘッドアップディスプレイも表示できる情報が多いとかで、ナビもちょっと文字入力とかは若干苦手というかですね、ランドマーク検索をした時の、検索結果は若干おポンチなところはあるんですけれども、まあ、それ以外は普通に使えているという感じなので、まあ、この辺の使い勝手はそんなに悪くはないかなと。で、高速のちゃんとパネル表示も出るし、まあ、最近ね出なくなっているメーカーも増えている中で、そういうところはちゃんとしているという感じですね。あとエアコンで、これもめちゃくちゃ優れている。直感操作もできるようなダイヤル式になっていて、ブラインドタッチもしやすいですし、さらに押すとシートヒーター、シートベンチレーションの機能を呼び出して、くるくるで左に回すとシートベンチレーションとかね、そういうのもできると。あとマルチテレインセレクトですね、アクロ走破の切り替えとか風量切り替えとかもここでダイヤルでやることができるという機能性もあるものになっているので、これはね非常にグッドですね。はい、ということでナビ、メーター、エアコン関連操作系は U が付けられるという感じですね。で、続いて安全装備、運転支援に関してですけれども、これがですね、昨今求められるような、全車速のアダプティブクルーズコントロールはついてる。ただし一番惜しいのがこの運転支援の部分ででしてね、レーンキープ機能がないと。まあ、これがディフェンダーの最大の欠点と言えると思います。だ、同一車線内の中央を維持して走る機能がないという形になっています。なので、長距離ドライブとかをするときの疲労感というところでは、まあちょっとライバルには劣るかなというところですね。あともう一つ、まあ、欠点としてはですね、アダプティブクルーズコントロールは全車速で停止保持もついてるんですが、クルーズのオンにできる速度がですね、時速15キロ以上じゃないと、オンにできないという状況になっていまして、なのでもう渋滞に完全にはまってしまってノロノロ運転になっちゃってるというようなシーンからクルーズをオンにできないと、一番頼りたいシーンだと思うんですけども、まあノロノロになる前にオンにしないといけない。あとはちょっとスピード出して15キロ以上になったらすかさずオンにするみたいな、そういうようなちょっと煩わしさがあるというのが欠点ですね。まあそれ以外は、まあ一応はみ出し抑制機能みたいなものはついているんで、まあ完全に車線を逸脱しそうになったら戻してくれるというような機能はついているんですが、まあセンタートレース機能はついてないというところですね。まああとはそれ以外はですね、安全装備、まあその360度カメラもついてる、あとクリアランスソナーもついてる、ただし静止物に対する駐車時の緊急ブレーキみたいなものはないという形になってますので、まあその辺を考えると有料化だったら、うん、量か可かなというところですね。まあ量かなというところですかね。ということで、総合評価ですね、5項目評価の総合評価ですけれども、有料化だったら間違いなく U がつくと。で、やっぱ見た目がめちゃくちゃかっこいいと。で、内装の質感もめちゃくちゃ良いと。で、タフな、こうね、アウトドア、オフロード志向の強い車なのに、やっぱ、機能性もあるデザインになっていると。ちょっと武骨な感じも残しながら、でも手に触れる部分の質感は高いという、この内装になっていると。で、見た目は唯一無二な感じになってるじゃないですか。ちょっとデリカミニがこう、パクったような感じになってますけど、まあそういう見た目、内装の質感もいいし、で、ディフェンダーは本当700万円ぐらいから買える車になってるんですよね。私の X は1100万円以上込み込みで1300万円ぐらいしたんですけども、まあリセールも輸入車の中ではトップクラスにいいと。まあただしディーゼルに限るというところですけども、だからガソリンかディーゼルか迷うんだったらディーゼル買っておいた方がいいと思います。で、ライバルのまあ例えば同じぐらいの価格帯ってなるとレクサス RXX とかも入ってきちゃうのかな。あとはまあ BMW の X5 とかも同じぐらいの価格帯ですけど、ちょっと5の方が高いかもしれんから同じぐらいかな。5と3も3の上位グレードと X5 とかそのあたりと、あとは GLE とかそのあたりとまあ被ってくる価格かなと。まあ、最近 GLC でも1000万するレベルになってきてるんで、まあ、だったらディフェンダーのディーゼル買っちゃうよなって、X ダイナミックとかだとかね、あと HSE とかだと買える価格なんで1000万だと。それ考えると、ディフェンダー買っといた方が、そのレーンキープがないっていうところ以外は本当に幸せになれるかなと。リセールに関しても、
あの X ダイナミックあたりを買っておくとリセールも良いし、うん、いいんじゃないかなと思いますけどね。はい、お買い得なモデル、有料化だったら有、間違いなくおすすめできる車と。私2回買ってますから、ディフェンダー 110S っていうスタートアップエディションという初期モデル買って、で X を買い直してると。やっぱ見た目にこだわりたいということで X 買い直してるって、そのぐらい気に入ってる車なんで、私が2回買ってる車は間違いなくおすすめできると思っていただければと思います。まとめると、走りの項目ですけれども、乗り心地も極上、悪路走破性もバッチリと、最大透過深度900ミリですから、車高調もついてますからね、エアサスで乗り心地も完璧。まあでかいんで取り回しには気を使うけど、見晴らしは良いという感じですね。ナビ、メーター、エアコン、これは超最高。あのインフォテインメントに関してはもうトップクラス。安全装備、運転支援、これが課題と、レーンキープ機能がついていないのが最大の泣きどころと。総合評価ですけれども、リセール含めて、見た目内装もおすすめという感じのディフェンダー X、 納車1年2ヶ月の、評価とさせていただきます。もう1年以上乗ってですね、手放すのが本当に惜しい。この後ね、レンジロバースポーツの納車が間もなく控えているということで、お別れが近づいてきてはいると思うんですが、本当手放すのが惜しいという車になっています。もしかしたらワンチャン残すかもしれん。デリカミニと並べて撮るまでは残しておこうと思っています。こういった5項目評価いいね、他の車の5項目評価も見たいよという方は、ぜひいいねとコメントいただければと思います。車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車カーチューバー、ワンソク中部、次回もお楽しみに。